ナックル姫吉田絵里、米独立リーグ挑戦、MLB 初の女性選手目指す。AJEC 女子硬式野球部は23日、ナックルボールを武器とする吉田絵里投手兼コーチが、6月から7月に開催される米独立リーグのエンパイアリーグに挑戦すると発表した。大リーグ初の女性選手を目標に掲げ、私の野球人生はナックルボールのように不規則ですが、悔いなくやりきれるよう、いい時間にしていけたらと思いますとコメントした。メジャーを目指す模様。懐かしいな、まだ31か。まだやっていたことに正直驚き。頑張ってるやん。投げ方変わっとるんやな。でもよく受け入れてくれるチーム探したな。ほんまの野球好きやろこの子。昔古田が真顔でこの子の球受けてたな。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。